たちががが入るる隙間がない気がするもうわかってるね誰を助けたいかあらあらあらだから契約の重さわかってないわけだいい人いい人すぎるああこういう着地になるか。 アニメラクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのは狼と甲子寮マーチャントミスザワイゼルフ第23話見ていこうと思いますはいというわけで始まりました狼と甲子寮ですね今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども今回で第23話ということでさあさあ最終話一歩手前までやってまいりましたテレオ村の話が続いておりますというわけなんだけど前回ですねエルサさんにとりあえず神の残儀を利用してうまいこと取り入れることができましたまあホロの出身であるヨイツの話だ だったりだとか、良いを滅ぼしたクマの話だったりだとか、ね、フランス司祭が集ま集めていたこのお話をこう読み漁ることで、どん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 ね、知っていく、どん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 ,どん知識として、まあ、昔の話が見えてくるのかなと思いきや、ちょっとちょっとエンベルクの街別のこの本当の教会とちょっと揉めていたこのテレオ村がちょっと怪しいです、なんかことを構えるんじゃないのみたいになって、さらに言えば。 ちょっとローレンスたちが拘束されてしまうみたいな流れになってるので、さあ大丈夫なのかホロが異端の存在とバレてしまったら、かなりよろしくない状況になってしまうので、ちょっと今回どうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょうよーいシャドウ。さあ、結構まずい。あ、そうだそうだそうだ。うん。 そうそうそうそそううだそれだ何リデリウスの豪華へーはいはいそういうこと そうだそう、だそそこかあこのタイミング狙った <laughs> なるほどおっへえー、全部ダメか。 ああ、そうなるわけね。わお、すごいこと言うね。すごいこと言うね。あ、差別かこんなに。うん。 あー、まあそうだよね。それきっかけに過ぎない感じだよね。やばい。エリサ。うわ。ねえ。エリサ悪くないよ。テレオっパリらしいな。 でもこれは確実に良くない状況だけど、やっぱり誰かのせいにしないと気が済まないんだろうな。エルさん何も悪くないよ。うん。そう,そうね。何も悪くないんだから。うん。うーん。 岩をし、し、しっかりしてる。はい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 、そうなるわけね。村長さんがまともな人でよかったな結構村の人たち納金というか、割と直上的な人たちが多いから。 こういう人がいないと本当に積んじゃう。あー、でもこれはエンベルクが仕掛けた、あれだろうな、リデリウスの豪華。でっちゃけかもしんないもんね、実際問題。まあわかんないけど。まあ大量の麦を返す。んー、どうなんだろうな。麦の需要が高まってる時期だもんね、今ね。 わざわざそんなことするかってなると、誰かが仕掛けたのかっていうところなんだよなでももともと病気、何そういう病気的なものでもあるかもしんないってことでしょ買い戻すも大変だけど、エンベルク側としてまた買い直すのも大変だよね。ま、あでも蓄えあるのかなうーん、でもエルザの立場が良くな、ね悪くなるのはね、良くないよね さあ行きましょう。ロレンスたちが入る隙間がない気がする。どこに絡んでいくんだろう。仕組まれた才科と叱るべき報い。ねえ。そうだよね。そうだよね。うーん。 そういうこと。わあ。ねえ、まんじるわけにもいかない。そうね。そうか。そうか、それがあるか。 組合うん、うん、そうねでも犯人がねねエルサーかエヴァンうん そうなあ <laughs> もう分かってるね誰を助けたいかもさあ競りのせるうんうん うん違うねうんや、うん、ったやったうんそうねそれはそうだよ間違いない ないよ。お金か。わお。ねえ。あ、う、あ、ん。血をかす。 可能性は高いねうんうんはいはいなるほどねうんはい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  そういういことかあーなるほどこれをきっかけに首を絞めていくつもりだったんだうーんあそうなんだ はい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 そうなんだね。ああうんうん。うん とはいえ、状況は良くないな。うん。うん。 そう、ねエヴァンうんなるほど。君を信用して渡すよと。 うんどんどん揺さぶりをかけてきてるないろんな方面でああホロー そうかその話をするときにもエヴァンを外に出したんだうん。あー そうねあの机の下うんそうそうそう、うん取ってきてもらうあ聞いてる うんうーん知恵ねそうねあのうかつな約束はしないさあ何か聞いた何か聞いた どうしたのおあらいいや <laughs> んかいいなウィットにとんだ会話だなうんあー早く読みたい 距離にしリアれおっあら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 ちょっとお邪魔だったかしらうんうん 70リマ、どんくらいなんだろう大金か。ああ。父が残した契約、うーん。ああ。 そうかそうか、備蓄だけで過ごせたから。そうか。それをしなくてよかったんだもんね。あーん。どうしたのやばい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 。過労で倒れちゃった うん、そうかーなるほどねそのだから契約の重さ分かってないわけだタイだ,だったわけだなあそうなんだ あ,ーあら逃げるべきエルサを説得。 風に乗るなるほどさあ大丈夫かなフォロワーは終わった わおこのメモうーん滅んでしまったねこのメモは前回読んだっけうん うん。みんな逃げた。ちりぢりになって逃げたみたいな。ああ、ままならないね。うん。あ、あくび。そうね。全部置いて、逃げるしかない。うん。 おあー <laughs> さて責める ああ、確かにね。<laughs> さて。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい 逆に火に油じゃないこれでも二人手をつないでるうーんそうよねうわいい人 うわあこんな話になるんだでもお、はああ うん <laughs> <laughs> そうねうん うぞそっから逃げよううんうんうわあめちゃめちゃ今さんいい人いい人すぎるここまでわかる人 なかなか出てこないな。うん。あら。な、な、なんとも言えない表情、今。今、すごい、なんとも言えない表情してた。さあ。 とりあえず逃げよう。でもそうだよね。こういうことがあったらもう対応できないようなくらい腐敗ではないけど、いつかはこうなる運命だったもんな、きっと。この村は。ああおおー逃げる ああ、こういう着地になるか。想像してない形になったね。解決しに行くかなって思ったけど、逃げるっていうことになるわけだ。イーマさんがいい人すぎんうん、セムさんとイーマさんはね、かなりまともよりだったけど、他の村人がやっぱりダメだったなーこういう結末になるとは思わなかった。正直、ロレンスの、 やっぱり知恵で何とかするかなーとか思ったりもしたけど、どうにもならないね。てか、どうにかする気がないっていう、うーん。ないこともないけども、多分、どうにかするように考える頭ももう、ないんだろうなーって感じだよね。この道しかほぼ残ってなくて、ロレンスも無事で、みんなも無事でっていう選択は取れないから。 温かい恩恵にずっとね、依存してたら、こうなってしまったっていう、その一つでしかないよね。感謝もしなかったし。その契約を維持するために動いてたわけでもないわけだもんね。進行して、みたいな。これもずっと、ぬくぬくだぜ、みたいな感じでもないし。うーん、なかなか難しい。じゃあ、さあ。 さあ、蛇神の道。OK, OK, OK. 検討の答え。はい、さあ、次回最終回。<music> はい、というわけで見終わったわけなんですけど、なるほど。叱るべき報いっていうのが、まあ、このつけを払うっていうことなんでしょうね。うーん、まあまあまあ、仕方のないことではあるのかなって感じっすよね。これはね、もう、やっぱり今までかなりね、フランツスさんの契約に甘んじていた部分は間違いなくあったわけで、 うん、そこに甘えていたところもあったから、ね、こうなってしまったっていうところだよね。多分、もうちょいうまくフランツ司祭とね、こうやり取りをしたりとかして、深く深くね、関係性を築いていれば、まあフランツ司祭の知恵だったりが残っていたりとか、ね、エルさんにばっかり任せていなければ、もうちょいどうにかなったイーマさんやセムさんみたいな人が、もっともっと村人の中にいれば、全然打つ手はあったんじゃないかなっていうか、こうなる前に、 なんとかもっと傷は浅く済んだじゃないけど、払うべきつけっていうものは軽く済んだんじゃないかっていうところですよね。うーん。確かにそうだよな。この一言一言の、この言葉から、ちょっと甘えじゃないけど、出てるもんね。貧乏は耐えられるけど、空腹は耐えらんねえとかさ、そういうところを聞く限りだと、そうかそうか、飢餓を味わったことがなかったりするのかなっていうところ。まあ、飢餓なんてみんな嫌だろうけど、ねえ、それを考えたらね、 ちょっと甘えてたところはあるのかなっていうところだし、信仰とは何かっていうところもあるわけですよ。言ってしまうと、やっぱり蛇神様もかなり信仰はしているもののだけど、そこまで深く信仰してるかって言われたら怪しいわけだもんね。フランツ一切とのやりとりもあんまり深くないっていうことだろうから、あまあいろいろと気になるところではあるし、 まあ、唯一の情報もなんとなく知れたっていうところで、ホロもまあ行く場所だったり指針みたいなものもなんとなく分かってきたから、ここでね、ロレンスがもう真っ先に逃げるっていう判断をしたところがすごいね。うーん、またちょっと違うというか、この村に対する見切りの速さが商人なんだろうなっていうふうにもあるし、もう全財産を捨ててしまってでも、 とりあえず逃げようっていう風になるところが、また新しいなって感じがする。今までの流れだったら何かしらやっぱり商人の知恵で、うまいことお金を作って払えましたよっていう風にする可能性もあったりしたのかなって思う。それこそ。うん。ただ、それすらやる体力が残ってないんだよね、この村には。もう確実に罪の状況でやっぱりエンベルクは仕掛けてきたわけだから。ね、この叱るべき最下っていうところと、今までこの甘んじていた部分に対する報いっていうところだよね。 うん。まあ、軽く見ていたエルサとか教会とか、そういう力的なものを、今預かっている恩恵っていうものを軽く見ていた報いではあるわけなんですよね。ああ、なかなかに深いな。この話結構深いね。うん。改めて見ると、今享受しているものを当たり前と思ってしまったら、いつかそれがなくなった時に、 ねえ、困ってしまうというか、付けを払う時が来てしまうかもしれないよっていうところ。うん、いろんなものを考えさせられる感じがあるね。環境というところ。うん。イーマさんとかは、このままじゃダメだとまでは思わないけど、何かあったらやばいなみたいなものはなんとなく感じていたし、ねえ、もっと備蓄をするべきだったりだとか、うん、それこそいろいろと考えておくべきだったっていうところは、多分思ってるわけだよね、セム村長も。うん、まあ、エンベルクもエンベルクでいいタイミングで仕掛けてきたなと思うし、 あーそうかそうか。で、来年来年買い叩いて買い叩いて、麦を買い叩いて買い叩いて、徐々に徐々に首を絞めていって、まあ契約をこう、削ぐっていう感じなんだろうね。不可侵条約みたいなものを削いでいくっていうところなんだろうね。うーん。だから、フランツ司祭の残りのこの力だけじゃもうどうしようもないですね。あの村は、滅びるとまでは言わないけど、間違いなくエンベルクに吸収はされてしまうから、 うーん、悲しいところだけどね。まあでも、セムさんとかイーマさんみたいに考える頭のある人たちは、多分、そうなってもうまくやっていくんだろうなっていうところだけど、結構やっぱり怠惰気味になってしまった。やっぱり畑しかやってなかった。うーん、畑しかやってなかった。 うん、あの村人たちはどうなるか。そうだよね。でも買ってもらえたりとかもしてるから、それこそロレンスがやってたような、いろいろとね、高く売るためにどうのこうのっていうことも、多分考えなくてよかったんだよね。とりあえず作って、引いてもらって売るだけで、まぁ、あ、ちょっと税金取られるとかそういうのがあるけど、まぁ、あ、いいか、みたいな感じだったりしたわけだもんね。 あーなかなかに深いなっていうところ。こういう着地になるんだっていうのはすごい意外。で、しかもロレンスが本当に即逃げるっていう判断に至ったのがまた意外だったよね。うん。ただ、やっぱり見切りの速さっていうものもこれは商人の大切な部分なんだろうね。これ以上いてもやっぱり、まあ、まあ無理だよね。でも、この状況じゃ、どうしようもないよね。 うんで、しかも、村、村人からね、疑いを向けられてるし、まあまあまあ、あの状況ならね、普通は向けるから、もう仕方ないっていうところだよね。まあ逃げれる手段があるならもう逃げるしかないなっていう感じ。はあはあはぁはぁはぁということで、まあとりあえず次回逃げた先でどうなっていくのか。ね、エルサとね、エヴァンがね、どういうふうに、まあどっか、 にに根を張るるっていうう形になるんだろうけどそこでまたどううななっていくのか気になるね、うんここでね、エヴァンの村から出たい村から出たいが回収されるのか、意外といい村じゃんとか思ったりもしたけど、ここで回収されるのがね、また上手いところというか、あーなるほどね。でもこうなってしまったらそれは出たいって思う気持ちもまあわかるよね。こういう風にちょっと怠惰気味だもんね。そうだよねっていう風に思わされる感じが、またこの作品の上手なところだなって感じなので、次回最終回楽しんでやっていこうと思いますまたね。ぜひとも皆さんやっていきましょう。なんかロレンスがさ、もうちょい豊かな体の 方がいいなって言った瞬間のこのホロの顔がすごい何とも言えなくて良かったです。はい、いいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、狼とご神領マーチャとミズワイズルフ第2 3話でした。バイバイ。